どうも、黒さんです。今回はいびきについて解説していきます。最近疲れが取れないとか、あまり眠れてないといった症状が出てる方は、ぜひ今回の動画を参考にしていただけたらと思います。それでは早速行ってみましょう。突然ですが、あなたは SAS というのはご存知ですか？SAS とは、スリープアプニアシンドロームと言われていて、睡眠中に呼吸が何度も止まる病気と言われています。ちなみに1時間の間に無呼吸が5回以上あると SAS の可能性があるので要注意です。で、SAS の主な特徴として、1、よくいびきがひどいと言われる。2、肥満傾向にある。3、毎日十分寝ているはずなのに、日中すごく眠気を感じる。の3つが SAS の主な特徴になります。この3つに当てはまる人は、SAS の可能性が高いと言えます。SAS の人は、夜中に何十回も強制的に起こされるようなものなので、日中に強烈な睡魔に襲われたりします。実際に SAS 患者の交通事故を起こす確率は、そうでない人と比べて7倍と言われています。バスの運転手が SAS を患っていて、死亡者も出る大事故になったケースもあったりするので、もしあなたが SAS を持っているとすると、自分が事故死するだけでなく、加害者になってしまう可能性すらありますので、SAS を放置することはお勧めしません。SAS の罹患率、病気になる確率は、成人男性の約 3-7%、女性の約 2-5% と言います。男性では40-50代が半数以上を占める一方で、女性では閉経後に増加すると言われています。つまり男性の場合だと、約20-30人に1人は SAS と、非常に頻度の高い病気なのです。で、SAS の主な症状に、いびきがひどい、起床時に頭痛やだるさがある、日中に猛烈な眠気が来る、運転中によく居眠りをしそうになる、夜中に何度も目が覚める、睡眠中息が止まるなどがあります。ちなみにこれは40-50代男性の肥満の方に多く見られます。これらのうち、いくつか当てはまるものがあったら、呼吸器科を受診することをお勧めします。さらに SAS は、ただ呼吸が止まるといった病気だけではありません。SAS は、心臓や脳、血管に多大な負担をかけ、心筋梗塞4倍、脳卒中4倍、糖尿病2-3倍、高血圧2倍と生活習慣病のリスクを数倍に増やします。そして一番恐ろしいのは、無呼吸による突然死です。SAS の死亡率は、健常者の 2.6 倍、中等症以上のSAS を無治療で8年放置した場合、4割が突然死すると言われています。なので、いびきがひどいだけということで、なんとなく見過ごしていると、生活すらもままならない状態になる恐れもあるので、一度ご自身の睡眠状態や、睡眠環境を見つめ直してみることをお勧めします。SAS はしっかり治療することによって、日中の眠気を改善したり、日中の仕事のパフォーマンスを高めたり、何より死亡リスクを減らすことができるので、今あなたや周りのご家族、友人などに SAS の疑いがある場合は、放置せずに、ぜひ一度呼吸器科を受診してみてください。
ご視聴ありがとうございました。このチャンネルではあなたの生活をアップグレードする内容が盛りだくさんにあります。あるあるネタ、怖い話、1分でわかるシリーズ、健康などいろんな動画で楽しめる内容になっているので、ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。それでは次回の動画でお会いしましょう。